どうもこんたむじょうでーす。ね、日本人でさ、結構略すの好きじゃないですか。ね、例えば、コンビニエンスストアだったら、まあ、コンビニとかさ、結構略すじゃないですか。で、僕もちょっとやってみようかなと思って、どうもこんにちは、たむじょうと申します。よろしくお願いします。やっていきましょうを、こう略して、どうもこんたむじょうでーすって言いました。いや、これ結構よくね、どうもこんたむじょうでーす。あ、結構言いやすいわ。ね、どうもこんどうもこんみたいな感じで、言いやすいし、なんか語呂もいいしね。何どうもこんって言われた時に、どうもこんにちはの略なんだよ、みたいな。まあ、夜だっても使えるよ。どうもこんばんはの略なんだよ、みたいな感じで使えるから、俺、これ結構いいかもしんない。あ、今思ったけど、結構いいかもしんない。もしかするとこれ、ね、2024年の、流行語大賞なんて選ばれちゃったりして、そこまで言っちゃうかもしれない。これぜひ皆さんも使ってください。ドモコンね。これ流行るかもしれないから。でぜひね、2024年流行語大賞、ノミネートされましょう。いや、ノミネされたい、ノミネ。マジで。ノミネされてーなー、マジで。ねえ、今度さ、ノミネにさ、お笑い見に行こうぜ。いや、それルミネ。いや、ルミネだわ。ここお葬式会場だったらつまみ出されてます。このテンション、うるさすぎない？冒頭から、いや、うるさすぎるでしょと思った方いるかなと思うんですけど、まあ、これぐらいねテンション上がってるってことは相当嬉しいことがね起きたわけですよ。はーい。でね、ちょっとたまたまなんですけど、まあ、この前の動画でね、本当に心から嬉しいことが起こりましたっていう動画を上げたんですよ。で、それも本当に嬉しかったんですけど、今日も本当に心から嬉しいことが起きたんですよ。だからちょっと続いちゃうみたいな感じになってるんですけど、まあ、ぜひね、聞いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということでね、まあちょっと、もう本当最近の、まあニュースというか、僕が嬉しかった出来事で、まあ東洋大学のね、石田選手、で、皆様知ってる、もうほぼ知ってると思うので、まあ説明はね、まあ、いらないかなと思うんですけど、まあまあ初めてね、見た人もいるかもしれないで、一応まあ説明しておくと、石田選手ね、今、4年生になったんですけれども、もともとはね、中学高校とももう日本トップ。もう日本トップでもう中学高校を引っ張っていく存在だったんですよ。はい。で、まあ、大学、東洋大学が入ったんですけれども、まあ、大学でも活躍はしてたんですけど、まあ、ちょっと伸び悩むね、時期もありまして、まあ、特に、大学3年生のね、去年とかが結構、まあ、伸び悩んでる時期っていうのがあったわけですよ。で、まあ、三大駅伝とかあるじゃないですか。で、それも、まあ、出場はしてなかったんですよね。で、やっぱ、まあ、中学、高校で活躍してたし、で、まあ、石田選手のファンっていうのもたくさんいるじゃないですか。だからやっぱ、こう、皆さん心配だったりとかね、石田くん、大丈夫かなとかさ、こう、復活してほしいな、みたいな、まあ、声とかもやっぱ SNS 上ではあったんですよ。はい。で、僕もまあ、結構本当に思ってたんですよ。もう僕もファンの一人としてね、すごい思ってたんですよ。なんですけど、先日、嬉しいニュースがありまして、まあ、4月のね、3000メートルの記録会に、出場されたんですが、なんと、3000メートル、8分4秒で走るという、快走を、見せたということで、これね、まあ、僕もツイッターじゃなくて、まあ、X か。で、引用リツイートはしたんですけど、その結果を見たときに、やっぱね、めちゃめちゃ嬉しくて、まあ、僕はですね、まあ、見た方結構いらっしゃると思うんですが、まあ、メインチャンネルでね、東洋大学さんのね、密着取材に、去年、一昨年と、行かせてもらいまして、まあ、それ動画にもアップしてるんですけれども、まあ、まずさ、まあ、まず、東洋大学に、まあ、僕が行けるっていうのも、まあ、もうやばいことじゃないですか。もう僕としてはびっくりしてるんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、石田選手に、一昨年かな、一昨年は結構ね、石田選手、まあね、たくさん話聞いたりだとか、あとは、まあ石田選手の、前を僕が走ったりだとかっていうので、まあいろいろ話聞いてたんですけど、まあ昨年はですね、まあ石田選手が、まあちょっと不調だったっていうのもあるので、まああまりお話も、聞けてなかったなっていう部分はあるんですけど、まあ僕もね、こう、まあこれ正直なもう話というか、まあ、まあ、裏話みたいな、まあ、感じなんですけど、まあ、僕の心情としましては、まあ、石田選手、まあ、皆さんも知ってるし、まあ、人気の選手だし、まあ、コメントでも来てましたよ、去年の動画でね。石田選手元気かなとか、でも、石田選、なんか、
ちょっとチラッと映ったのかな、石田くんのね、あの姿が見れて嬉しいみたいな感じで来てたんですけど、まあそれも僕は実際に、まあ本当石田くんは人気の選手だし、まあ来るなーと思ってたんですけど、まああえて、そんなに実はインタビューしなかったんですよ。で、それっていうのも、まあ僕が自分が選手だったっていうのもね、あのまあその全国1位とかではないけど、まあ箱根駅伝ランナーレベルの、まあ、選手だったっていうのもあって、選手の心情からするとなんかね、あんまりやっぱり成績というか結果を出してないとなんかね明るくなれないんですよ。はい。これね、まあ、ランナーあるあるというか、なんだろう、まあ、結構あると思うんですよ。これ共感できる人多分いると思うんですけど、結果出てる時は、なんか取材とかさ、なんかインタビューとか、結構明るく行ったりだとか、まあ普段の日常生活もそうなんだけど、結構いけるんですよ。なんだけど、ちょっと最近結果出てなかったりだとか、なんか、そういう時が続くと、やっぱね、どうしても、こう日常生活とか、普段の生活にも、やっぱり、どうしても引きずっちゃうんですよね。はい。で、別にその、ね、インタビューとかされた時に、別に答えはしますよ、普通に。答えはするんですけど、なんか、あんま乗り気になれないというか、まあ、そういう状況にな、るんですよ。僕も、現になってて、そういうの。だから、まあ、去年は、あえて、まあ、石田選手を、まあ、それほど、ピックアップは、まあ、してなかったんですよ。まあ、それも、まあ、動画の裏では僕もお話聞きたいこととかもあったし、動画の裏では実際に話は結構したんですよ。なんですけど、まあ、多分、まあそういう気持ちだろうな。今は、あまり、こうメディアに出たくない気持ちなんだろうなっていうのを、こう思ったので、まあ、そういう感じだったんですよ。でも、マジで、石田くんは僕、ずっと昔から応援してた選手だから、復活を待ちたいなと思ったんですよ。はい。で、ずっと僕は結構待ってて、で、まあ今回の3000メートル8分4秒ってまあなかなか出るタイムじゃないし、もう頑張ってこないと多分出ないタイムだから、まあ復活の走りだったとは思うんですけど、それを見た時に、なんか、本当嬉しくて、ちょっとこの思いをみんなに伝えたいなと思って、まあ今撮ってるんですけど、まあ話まとまってるかわかんないけど、で、僕、本当に石田くんのファンで、で、どれぐらいファンだったかっていうと、まあ、中学高校でまあ、有名だったっていうのもあるんだけど、まあなんか、力強い、ね、攻める走りっていうのかっこいいじゃないですか。で、それがずっとファンで、で、僕、大学で去年、一昨年密着したってね、言ったんですけど、その前に一回僕、石田選手と話したことがあって、はい。で、まあ、5年前かな 5年前に、福岡黒缶っていうね、大会があったんですけど、その時石田くんは、まだ大学生じゃなくて、農大二高の、高校3年生だったかな確か。何年生かちょっと忘れたんだけど、農大二高だったんですよ。で、僕は、まだその時大学だったんですけど、大学4年で、福岡黒缶が開催するのが2月末だったから、大学4年生だったんだけど、箱根駅伝は、終わりました。で、3月に卒業なんだけど、2月にその大会があるから、一応引退はしたけど、卒業はしてない、まあ、期間だったんですよ。で、その時に、まあ、僕の同期の、まあ、島抜ってやつが、いるんですけど、その島抜が、福岡黒缶に、まあ、出ると。まあ実業団もやるし、まあ実業団出る選手はさ、なんか、黒缶とかさ、まあね、東京マラソンとかまあいろんな大会出るじゃないですか。で、島抜が、福岡黒缶出るってなったから、まあ僕ら、ね、同期も結構仲良かったし、ちょ、みんなでさ、応援行こうぜ、みたいな感じの話になったんですよ。で、まあもちろん、卒業旅行は別に沖縄であったんですけど、まあ卒業旅行の前に、まあプチ旅行もちょっとなんかしたいなと思って、まあじゃあ福岡、ね、島抜きの応援行って、その後福岡の観光したらさ、なんか思い出にもなるし行こうぜ、みたいになって、まあ5、6人ぐらいで、福岡黒が応援行ったんですよ。で、まあもちろん島抜きの応援わーってして、で、そしたら、まあ応援し終わって僕がまあ普通にこう、過ごしてたら、目の前に、石田くんが、まあ多分レース終わった後なんだけど、こう、歩いてたんですよ。で、おい、石田くんじゃんってなって、その時僕別に YouTuber もやってないし、タムジョーっていうのもね、もちろんね、その時やってなかったから、普通のまあ一般の人なんですよ、僕は。今も別にそんな大して有名人じゃなくて、まあ一般の人だけど、さらに一般の人だったんですよ。はい、で、でも石田くんいるし、やっぱね、
こう、なんか話したいなみたいな思ったんですよ。いやー、でもなんか話すのもね、なんかレース終わった後だしいいのかなとか思ったけど、まあ、でもこの機会逃すともう一生ないかもしれないと思って、僕声かけたんです、石田くんに。ね、その時。で、あ、石田選手ですよね、みたいな感じで言って、すいません、写真撮っていただけますかみたいな感じで言ったんですよ。そしたら、石田選手、あ、はい、ぜひ、お願いします、みたいな感じで言ってくれたんですよね。で、それは僕別に、僕のことはもちろん知らないんですよ、その時は。もう、当たり前に。知らないけど、こう、撮ってくれたんですよ。で、あ、ありがとうございます、みたいな僕言って、あ、いえいえ、みたいな感じになったんですよ。めっちゃ腰低いなって思って、まあ、ね、ちょっとまあ、わかんないけど、今だったらさ、まあ、なんかランニング YouTuber でタム嬢だったらさ、まあ、あ、ぜひぜひとかなる人もまあいるじゃないですか。だけど、その時は一般のまあ、別にやってない人だったんですけど、写真を心よく撮ってくれたんですよ。あ、こう、一般の人にも、すごい、まあ、態度っていう、ファンサービスがすごいなっていうのを僕が感じて、それめっちゃ嬉しかったんですよ。あ、石田くんもっと応援しようと、こんな知らないね、なんかいきなり声かけられたやつでも、しっかり対応してくれるんだ、みたいな感じで思って、それ僕めっちゃ嬉しかったんですよ。だから僕も、それを見習って、まあ声かけられた人には別に写真も撮るし、まあなんか握手とかお願いされたら、まあもちろんするんですけど、まあだからそれが逆にすごい嬉しかったんですよね。だからそっから、こうめっちゃやっぱ石田くん今後も応援しようって思ったんですよ。で、まあ、実際にまあ、ありがたいことに、こう、東洋大学さんの取材行くってなって、石田くんが、まあね、2年生の時か、元気に走ってる姿も見たけど、やっぱ3年生の時はさ、こう伸び悩みの時期だったから、ちょっとやっぱ顔の表情とかも、ちょっと暗いかなーっていう感じだったんですよね。はーい。なんだけど、いや、僕はでも、こう、いつか復活してくれるだろうと、心で、思いながらも、こう、過ごしてたわけですよ。で、今年の箱根駅伝だね、多分ね、天気は。はい、今年の箱根駅伝で、東洋大学4位の好成績だったということで、多分ね、僕はこれで火がついたんじゃないかなって思うんですよね。なんかね、まあ、本人はどうかわかんないんですけど、こう、やっぱ石田くんのこと応援してくれる人ってさ、たくさんいるじゃないですか。で、石田くんの復活待ってますとか、頑張ってくださいって多分言われるのは、超嬉しいんですよ。嬉しいんだけど、やっぱり、自分の気持ちが、本気で変わらないと、やっぱり、なかなか結果が出ないんですよね。はい。応援されてんのは分かってるけど、やっぱり自分の気持ちが乗らないってなった時は、やっぱどうしても応援されてても結果が出ないんですよ。なんですけど、応援されてるプラス、多分自分の中で、こう多分火がついたんだと思うんですよね。で、3000メートルの記録が出たって感じだから、あー、なんか、それをなんかいろいろ知ってるっていうか、まあ、本当に1日ぐらいしかこう、去年、一昨年は会ってないけど、やっぱ表情とか見たら、ね、話したりとかすると、やっぱり、まあ、なんとなくわかるじゃないですか。あー、で、そういうのもあったから、いやー、なんか、この復活は、まあ、応援してる人以上に僕はやっぱ身近に感じてたから嬉しかったなっていうのを思いましたね。はーい。いや、だからまあ、でも本当に、その火をつけたのはやっぱ箱根駅伝。まあ、みんながやっぱすごいさ、まあチームも頑張ってたけど、なかなかやっぱ結果として出てなかった部分があったと思うんですけど、箱根で4位ってなった時に、東洋すげえみたいなこうなったんですよね。で、そうなった時って、やっぱ選手自身も嬉しいし、まあ監督ももちろん嬉しいんだけど、やっぱり、まあ石田くんとかまあ、ね、まあ予想だけど、あ、東洋のしっかりね、こう練習を信じてやれば、結果が出るんだっていうのを、こう、確信になったと思うんですよ。だから、で、しかも次ラスト1年しかないし、もう頑張ろうみたいな気持ちになったかなと思うんですよね。まあ、これ予想ですけどね。はい。なので、それを、まあ、そういうのもいろいろこう、ガーって考えて、の、まあ、僕は記事を見たんですけど、石田くんの。はい。そういうのもあって、めちゃめちゃ嬉しかったなーっていうので、ちょっとこの思いをね、やっぱみんなに伝えたいなーっていうのと、はい。なので動画を撮ったんですけれども、まあ、こっ
まあまあまあ、言うてこっからではあるんですけどね。言うて、まあ、こっからが大事っていうのはあるんですけど、僕はすごいエールを送ってます、今。だから、この一年は、マジで、もうなんか、なんか人生で一番頑張る年になんかしてほしいな、みたいな感じで思ったので、はい。まあ、もし今年ね、また東洋大学さんの密着行ける時があったら、ちょっとなんか、もっとエールを送りたいなと。でも、送りすぎちゃうと、まあ、プレッシャーにもなっちゃうかもしんないから、まあ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 、まあ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 っていう感じなんですけど、でも、言わないよりはいいかなと思って、はい、まあ、動画にね、ちょっとさせてもらったんですけれども、まあ、今後も、応援させていただきますということで、これからも本当東洋がね、やっぱ楽しみですね。やっぱ自分がこう関わってる大学とか、まあありがたいことに取材もさ、東洋大学さんなんて全然やっぱりね、受け入れてもらえないところが多いっていうのは聞いてたので、それはタムジョー YouTube でいいんですかと思ったところね、1年目2年目も協力してくださったので本当に感謝してるし、選手の皆さんもね、本当にたくさんの方と仲良くなれたし、はい、また皆さんにも会いたいし、まあ、石田くん以外のね、皆さんにも会いたいし、はい、これからマジで東洋大学さん応援したいなっていうふうに思ってるんで、ぜひ皆さんも一緒に応援しましょうね。その一秒削り出しましょう、僕らも。はい、ということでね、2回連続嬉しい報告動画でしたけれども、まあ、こういうのもどんどん、上げていこうかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんの思いもコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。ということで、皆さんバイビー。バイビーの略語はなかったわ。短いからね。バイビー。